地方前艦長の命令を決行する。お代、俺たちも行くぞ。敵の懐に飛び込むんだ。生還は岸がたいぞ。分かってるよ、新艦長。俺も行くぞ。真田さん、俺が行かなきゃメカのことはどうにもならんぞ。コスモタイガー発進せよ。これが滑走路だ。着陸しろ。よし。動力室だ。Thank you.
てもあそこまではいけない。古代、援護してくれ。分かった。俺たちが向こうへ着いたらお前は帰れ。何バカな。お前は艦長、船に戻って指揮を取れ。真田さん。古代、俺はお前を実の弟のように思ってきた。いいな、立派な艦長になるんだぞ。行くぞ。真田さん。までくれ、すべたもんだ。古代、行け行け、行かんぞ。せず急いで正確にな。もう少しだ、頑張ってくれよ。加藤、無事か。発進するぞ。着いたよ、加藤。生きて帰ったのはどうやら俺たちだけらしいな。あ、加藤。見てください、都市帝国が停止しました。真田さん、斉藤。よし、使用可能な全方門を開いて砲撃しろ。
きな代償だった。艦長、真田さん、斎藤、コスモタイガー、宇宙の絶対者はただ一人、この全能なる私なのだ。命あるものはその血の一滴まで俺のものだ。宇宙は全て我が意志のままにある。私が宇宙の法だ、宇宙の秩序なのだ。よって当然地球もこの私のものだ。違う、断じて違う。宇宙は母なのだ。ここで生まれた生命は全て平等でなければならない。それが宇宙の真理であり、宇宙の愛だ。お前は間違っている。それでは宇宙の自由と平和を消してしまうものなのだ。俺たちは戦う、断固として戦う。よかろう。だがヤマトよ、満身傷つきエネルギーすら底をついた貴様がどうやって戦おうというのだ。沖田さん、僕は大和艦長古代はどうすれば。沖田さん、あなたなら今どう戦いますか。教えてください、沖田さん。古代よ、わしにはもうお前に教えることは何もない。お前は立派に成長したヤマトの艦長だよ。古代、ヤマトの艦長ならヤマトを信頼するんだ。ヤマトを信頼する。そうだ、お前にはまだ武器が残されているではないか。戦うための武器が。お願いです、沖田さん、教えてください。どこにあるんです、何が武器なんです。命だよ。お前にはまだ命が残っているじゃないか。なあ、古代。人間の命だけが邪悪な暴力に立ち向かえる最後の武器なのだ。素手でどうやって勝てる。死んでしまって何になる。誰もがそう考えるだろう。わしもそう思うよ。なあ、古代。
男はそういう時でも立ち向かっていかねばならない時もある。そうしてこそ初めて不可能が可能になってくるのだ。古代、お前はまだ生きている。生きているじゃないか。大和の命を生かすのはお前の使命なんだ。命ある限り戦え。わかるな、古代。相原、現在の生存者数は？はい、島相原以下総員18名です。よし、総員直ちに退官せよ。しかし古代、お前は？反問は許さん。退官しろ。古代、嫌だ嫌だ。俺も一緒に残る。私も残ります。私も。これは艦長命令だ。無茶な命令には反対する権利がある。みんな聞いてくれ。地球は絶対に生き残らなければならない。そのためにあの巨大戦艦を倒す。それにはヤマトと俺一人で十分なんだ。みんなは俺がこれから死にに行くと思っているんだろう。そうじゃない。俺もまた生きるために行くんだよ。命というのはたかが何十年の寿命で終わってしまうようなちっぽけなものじゃないはずだ。この宇宙いっぱいに広がって永遠に続くものじゃないのか。俺はこれからそういう命に自分の命を変えに行くんだ。これは死ではない。古代。しかし世の中には現実の世界に生きて熱い血潮の通う幸せを作り出す者もいなければな。君たちは生き抜いて地球に帰ってくれ。そして俺たちの戦いを永遠に語り継ぎ、明日の素晴らしい地球を作ってくれ。生き残ることは時として死を選ぶより辛いこともある。だが命ある限り生きて生きて生き抜くこともまた人間の道じゃないのか。古代、島、頼む。両舷全速、目標敵巨大戦艦。大和、発進します。
マトは行くぞ。ヤマトは行くぞ。あなた、ヤマト。ありがとう、古代さん。私はあなたの中に勇気と愛の姿を見せていただきました。あなたのおかげで人々は目覚め、より美しい地球と宇宙のために働くことでしょう。私はこの日を待っていたのです。半物質である私の体がお役に立つでしょう。さあ参りましょう。雪、やっと二人きりになれたね。君には苦しい思いばかりさせてごめんね。これからいつも一緒にいるよ。人間にとって一番大切なものは愛することだ。でも僕が一番大切なものは君だ。君への愛だ。雪、好きだ、大好きだ。大きな声で言える。雪、僕たちはこの永遠の宇宙の中で星になって結婚しよう。これが二人の結婚式だ。
その人の優しさが花に勝るなら、その人の美しさが星に勝るなら、君は手を広げて守るがいい。体を投げ出す値打ちがある。一人一人が思うことは愛する人のためだけでいい。君に話すことがあるとしたら、今はそれだけかもしれない。今はさらばと言わせないでくれ。今はさらばと言わせないでくれ。いつの日か唇に歌がよみがえり、いつの日か人の胸に愛がよみがえり。君は手を広げて抱くがいい。確かに愛した証がある。遠い明日を思うことは愛する人のためだけでいい。君に話すことがあるとしたら、今はそれだけかも知れない。今はさらばと言わせないでくれ。今はさらばと言わせないでくれ。言わせないで。